にちは、プロドリフチャンネルです。年末が近づいてくると店頭に梅の盆栽が入ってきます。お正月まであと何日というこの時、玄関で咲かせてほしいなと思う時は、これではね、1週間や10日では花が開かないんです、実は。ですからその時にはこのような霧吹きをまめにこう梅の木全体にこう霧をかけてあげるんです。そうすると湿度がつぼみに保たれて早く花を咲かせることができます。もちろん外ではなく家の中の暖かいところ、暖房があると余計乾いてしまうのでまめに霧吹きをするということです。1週間か10日あれば立派に花を咲かせることができますので、ちょっと硬いなというつぼみお持ちの方、ぜひ霧吹きしてみてください。